おはようございます。4月23日土曜日、今日もやりますよ。今日のお題は豪華クルーズトレイン四季島が小出駅に停車するということです。今まで伊勢市が東三条駅でお出迎え、お見送りをするという、イベントをやっていたわけですけれども、それが小出駅でできるようになりました。それで、当チャンネルとしましては、今まで散々鉄道関係の映像を配信しておいてこんなことを言うのもなんですけれども、急になんでって感じです。いきなりね、小出駅に停車するようになりましたと言われても、本当にもうなんでなのみたいな感じです。どういういきさつでそういうことになったんでしょうか、わかりません。もう小出駅で鉄道ネタなんていうと、もう只見線ぐらいしかもう今までなかったと思いますけれども、ここに来て急にこう、もうネタじゃないですけれども、こう話題性のあるこうコンテンツが加わってしまいました。それで加わったのはいいんですけれども、日程的にこれを全部追いかけることはちょっと諸事情によりできません。2年とか3年ぐらい前だったら、できたんでしょうけれども、今は諸事情により厳しいです。毎回月曜日の3時14分から3時40分まで停車するということなんですけれども、ちょっと私としては無理です。変態鉄くんでも厳しいかもしれません。多分厳しいと思います。なのでリアルタイムの映像とか、写真を配信することはちょっと今のところ考えておりません。ここに初日の新聞記事がありますけれども、なかなかの人数が集まって、盛り上がったような感じに見受けられますが、なかなか平日のこの時間帯はちょっと追いかけるのは厳しいです。伊勢市も多分これは対応できないと思います。で、正直個人的な感想なんですけれども、小出駅に四季島は、なんか似合わねえすぎのような気がしますね。失礼ですけれども、小出駅に豪華クルーズトレイン、この構図は、もう本当想像だにしませんでした。通過映像とかは何回か撮っては見たんですけれども、本当はお出迎えお見送りの様子がもうどんな感じなのか生で見てみは見たいです。でもひょっとしたら多分2回ぐらいは、見に行けるかもしれませんので、頑張ってみたいと思います。ちなみに市長の内田さんは多分鉄ではないと思います。鉄だったら、なんかもっとすげえ面白いことやってくれそうな気はしますけれども、おそらく鉄ではありません。どうでもいい情報。あともう一つのお題は、東北田舎ランドじゅんちゃんのチャンネルが登録者数1000人間近まで来ております。というかもうこんなのもうとっくにもう何千人単位で登録者がいてもおかしくないぐらいの内容だと思います。というか福島県の皆さんが応援すればもうあっという間にもう10万とか20万ぐらいにもう行ってもいいんじゃないかと思ってますので、もう福島県の皆さんよろしくお願いします。もう地元のコンテンツですから。もう一度言いますけれども、もう田舎ランドじゅんちゃんのチャンネル登録者数がもう1000人間近です。もうさっさと1000行って次のステップを目指しましょう。頑張れ福島。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。それではまた、バイバイ。只見線ガチャの方は、エントリーがなかったんですので、多分明日の配信はないと思います。明日はそれではゆっくりイチャイチャしていきたいと思います。